はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらご覧のホンダ N-BOX、 型式で言いますと DBA-JF1、 ちなみにですね、年式の方が平成26年1月登録になります。今日はですね、こちらの車両のフロアジャッキでのジャッキポイント、こちらの方をですね、ご説明していきたいと思います。はい、これね、しっかり、した、場所に、買わないと思わぬ事故ですとか、エンジンとかミッションの破損につながりますので、確実に、ジャッキポイントに、フロアジャッキをセットしてですね、上げていただければと思います。はい、それではですね、早速、場所の方をご説明していきたいと思います。はい、今ね、車両正面からどんどん下に潜ってきまして、ジャッキポイントの方ですね、行きたいと思います。はい、はい、すいません、ちょっとね、手カメラで体をかがめながら撮っておりますので、ちょっとブレますけれど申し訳ございません。こちらですね、今映しているところ、これがエキゾーストなんですけれども、こちらのこの横のここですね、ここの面、ここがですね、フロアジャッキでの、ジャッキポイントとなります。はい。ちょっとね、奇妙な場所っていうかね、奇妙な形しておるんですけれども、こちらね、所定の場所に、フロアジャッキを当てないと、エンジンとかね、ミッションとかですね、負担といいますかね、ずれちゃったりですね、傷つけたりする恐れがありますので、必ずここに、フロアジャッキをかけてください。で、もちろん作業をですね、するときにはそのフロアジャッキに頼らずですね、必ず馬、今こちらね、純正のジャッキポイントの位置にですね、馬をかましてるんですけれども、このような形で、必ず作業するときには馬をかけて、作業をしてください。はい、こちらね、もう本当に痛々しい事故などですね、ございますので、必ず、馬は、かけて作業の方がですね、していただければと思います。はい。一応ですね、今日ね、簡単ではございますけれども、こちら、N-BOX ですね、JF1。こちらの車両のフロアジャッキでのジャッキポイントのご説明ですね、こちらの方をさせていただきました。はい。今日もですね、ちょっとしがない動画ですけれども、ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。また次回もですね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、作業の方はですね、くれぐれも安全に、確実に行っていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。